こんにちは、格付けです。やっていきましょう。エピックシェフです。さて、前回はね、いろいろ準備をして、ここのキッチンをね、きれいにしました。で、今日こそ戦いに行きます。一応ね、1回戦分の準備はできたんですよね。だから、ツナンダー、ゴメラソース、クモ肉で1回戦目は行って、2回戦目以降ですよ。ペンギンホットソース。洗練あげるための、レジェンダリークラブでしょ？ちょっとゴーステッドを作りすぎている部分があるので、ゴーステッド作るだけ作って、一回片付けようかな。ドラゴンの肉、ドラゴンの卵を作ろうか。そのために牛さんの餌を取り、牛さんを呼び、牛さんのお肉を集められない。詰められない。一回ゴーステッドを使って牛さんの呼び出しをよ。どんな戦いになるんだろうか。だよ、どんな戦いになるんだ。楽しみだぞ。まだ最終戦ではない気がするが、よしよし。いらっしゃーい。ギャグ感あふれる食べることとね。よし、ドラゴンの玉の相乗効果、×4×3.6、すごーい。次の戦いあるのかな。一応持っていってこう。これ。あと持っていくのは、クモ肉のパン粉まぶしとかね。ピンクの生地は作れないかもしれないけど、パン粉まぶしとかを持っていこう。私が持っていけるありったけの最高食材たちをね、持っていこうね。昨日、ここら辺、草系はね、一回片付けてしまって、ゴーステッドもちょっと片付けて、ユニコーンのベーコン、ゴメラの肉、スペシャルな生地、こっちですよ、大事なの。でも魚がマイナスになる可能性もゼロじゃないんだよね。とエーテルカツオ節はワイダーシルクとの組み合わせ。1回戦分で、トリクロプス、ダイオウイカ、エッテルカツオ節は、洗練と精神、活力でいくやつを作ろうか。準備しようか。なんだ、クモ肉がまあ活力のやつではあるけど、もう一パターン活力でいくやつを。でも1回目が洗練だから、2回目以降洗練ダメって言われないか。じゃあトリクロプス？ごめちゃんトリクロプス？スパイダーシルクの役目がすごいね。で、と一応トーストコーイカとかレジェンダリークラブも持っていって、ゴールデンクラゲも持ってって、
で、ソースを、ありったけのソースを持っていこうかな。ピンクの生地は使わなくていいかな。雲のパン粉まぶしはちょっと作りたいね。これだけのソースがあれば大丈夫か。大丈夫か。精神あげる。塩田入れる。塩田50のやつ。あ、ダークシーフードソース作ろっか。クイーンカープはあったと思うからね。行こう。行こう。準備は完璧。ゴーステッドが多すぎる。ゴーステッドが多すぎるが、準備は大体できた。緊張しちゃうなぁ。パン粉まぶしか。うもちゃんを呼びましたが、うん、だよ。うもちゃんを呼びましたので、せっかくだからパン粉まぶしを作ろう。おいで。パン粉まぶしを作るために生地を作る。生地を作るために、ん？生地って、あ、米と人参だったかな。パン粉まぶし作るとしたら2個だから、こんなにはいらなくて、戦いに使う用が2個で、パン粉まぶし、うんふふ。荷物がね、多すぎるね。牛乳が邪魔だな。牛乳が邪魔。あ、保管スペースもいっぱいだ、もう。ちょちょちょ。と。この辺をちょいと入れまして。人参、いや、米、ライス、はいはい、うん、あっ、うん、あ、よいしょ、よし、行くぞ。負けられない戦いだな。負けられない戦い。開けられないから、ちょっと、あ、まぶしあったか。ひき肉、あとは魚を何種類か入れて、エピックフグしてくるかもしれない。フグのフィッシュ来るかもしれない。あとは、持っていってないのは、クイーンカープ持ってみよっか。よし！行こう！行こう！長かったよ、ここまで。ヘドン広場へ。ゴー！ヘドン広場へゴー！よーし、やるぞー。ランランチャンタンチャントラジャンチャンタンチャダダンチャンチャンチャダンチャンチャンチャン、やります。挑む。よし、
あれだけ時間かけたと思われるか分かりませんが、相当頑張ったんですよ、我々。よーし、よし、まずツナンダーだな。ツナンダー GO。 ツナンダーの後、ゴメラソースが入ります。ゴメラソースが、ゴメラソースがあります。よし、全くもって洗練が入っていないぞ。これで次、クモ肉だな。多少の洗練は入ったけど、香りをつけていない。料理対決久しぶりすぎて痛恨のミス、やばいかも。あー、やっちゃったかもしれない。頑張ってツナンダーを釣ったのに。やっちゃったよ。あ、入ってない。あ、なんだ、よかった、よかった。あれ、いいじゃないの、いい勝負よ、いい勝負だと思うよ。そっか、この後多分精神嫌いが入ってくるんだよな、きっと。あーあー、ちょっと待てよ、好きなものが増えないのは意外だな。精神嫌いが来ると考えて、洗練で行こっか。洗練で行こう。だからトリクロプスで行こう。スパイダーシルク、トリクロプスのパターンで行きます。で、先に出したい活力無効化の、あ、活力無効化は持ってきてないっけ。あ、わかった、これでいこう。ダークシーフードソースでいきます。あー、痛恨のミスをしたけど、相手は意外と強くないぞ。よし、これを入れ、ダークシーフードソースを入れて、香り負けはしないでしょう。消えてる、なんで。そんなよ、トリクロプス。あー、まあ、まだもう香りで負けることはないからやるけども、それでいこうね。いっぱい消えてしまったことは悔しいが、でも859とか出したらもう勝ちでしょ、これ。うん、いや、ほんと香り負けして、つなんだと星を取られなくて本当に良かったよ、今回。もうそれで全てがダメになっていた可能性あったよ。うん、50、53、859、これは勝ちよ。はあ、あんなに頑張ったツナンダーを無駄にするところだった。うん、
相手にマイナスを入れられなかったな。うん、あ、また精神か。ネクロマンチャーが入れてるんだな、この精神マイナスは。新しいこの人の好みというよりは。はい、精神入れない感じでやればよしですね。精神入れないのはトーストコイカかな。でも加工品あんま持ってきていない。あ、洗練でいけばいいのか。うん、レジェンダリークラブでいきましょう。はい、クモイとレジェンダリークラブ、レジェンダリークラブでいきます。いや、ゴメラでもいいな。ゴメラの方があんまり使わないから。でもゴメちゃん今いなくなったから、やっぱスパイダーシラックでいこう。プラス、あ、これかな。ペンギンホットソースを入れます。うん、香りで勝つ必要今回ないんじゃないかなと思うんですが。できるだけ買った方がいいか。よし、レジェンダリークラブでいくか、大量イカは洗練精神まで上がっちゃうね。やめとこう。多分大丈夫だと思う。多分勝てると思う。はい、1115だからな、こっちは。56。この香り勝負はそんなに関係ないよね。うん、はい、え、何それ。あ、切り身とか入れてる、珍しいな。今最初から活力がマイナス7だったんだけど、これマイナスの出してマイナスでやるとマイナスかけマイナスでプラスになるのかな。ちょっと気になる。あ、全ての試練に打ち勝った。君は炎の試練の立派な征服者だ。管理者と話し報酬を受け取りなさい。トランセンデントの公開イベントへのご参加ありがとう。悔しさを出してこないな。よし、クリッツ、やったな、ゼスト。炎の試練、フェツマンサーの最後の試験に打ち勝ったぞ。ものすごい試練だったな。ああ。何？いや、なんでもない。なんでもないよ。私がひらめきを打ち明けるのを期待してるんだな。でも、なんて言えばいいかわからないよ。つまり、これはショービジネスなんすな、ゼスト。誰も彼ものを突っ込んだ過去を調べて超真面目腐った風にしているべきなのかな。それは楽しみを台無しにしてしまうだろう。私の第一目標も人々がいい時間を過ごせるようにすることなんだよ。なるほど、つまりあんたは結局のところこの妖怪を気にかけてるんだな。やり方が違うだけなんだ。私はエンターテイナーだよ、ゼスト。料理のことは知ってるけど、人々にあれを食べろ、これを食べろっていうことは私の目的じゃない。単純に物事を面白くして、その過程を生かすのが得意なんだ。けどね、私が浮ついたなんとかで臨時にスープを出したくて、仕事に損害を与える貧しくてちっぽけな年寄りを嘲笑ってるって感じに、感じさせたいなら、スピーチを禁止に来るべきだったね。まあ公平に見ると、観客席に座る貧しくてちっぽけな労働者がそいつのクソ必死なところを笑ってるかもしれない。あるいはあんたのふざけた態度に魅了されるか。
なら私たちはどっちも極めて重要な些細なことについてのもっと大きな業界にいるんだろうね。そして俺たちはみんな一日の終わりにはちょっとバカみたいにいたずらとかドラマを楽しむんだな。あ、残念だけど人間性を直すのは私たちができる範囲をこれちょっと超えてるよ。この対立は浸透しているらしいね、ゼスト。俺たちが望める最善のことは親切であることと全力を尽くして物事を面白くし続けることなんだろうな。そうだね。何？最近の私はほんの少しお金にがめつかったかもしれないな。ほら、マルとその健全な仕事を助けたり、チェロンをそっち側にちょっと傾けたり。健全な仕事？あんたには言えないな。ごめん。法律上の理由でね。けど大丈夫。私の契約は大きな表示。あと1回だけだから。その後は疑わしい仕事はもう受けないって約束するよ。なあ、あんたは俺に何の借りもないんだぞ。あんたの人生だ、クリッツ。そうだね。でもあんたは教えてくれたよ。何が問題なのかってこと。私たちは思っていたよりも共通点があるかもってことね。あんたはいいやつだよ、ゼスト。新しい称号をお祝いしに行きな。やったー。クリッツは、なんか大きく変わったことはあんまりなかったな。あんまりなかったように感じているのは私だけかな。え、ちょっと待って。レストランに戻るぞ。長い戦いだったな、本当に。よし、みんな絶対的な頂点に耐えて帰ってきたぞ。長かったぞ。本当に長かったぞ。みんな、あ、びっくりした。あ、こんにちは。いや、ボスコ、今日は何の用だ？パリナリムが脇の下から引き出した新しい特殊別税があるとか？いいえ、珍しくいいお知らせをお持ちできて光栄です。数分間耳を貸していただけますか？もちろん。何？この組織が考える予想すべてを上回ってきたのは公然の事実です。あなたが絶対的な堕落から卓越のまさに頂点へ引き上げました。あなたの料理は唯一無二で、お客様はあなたを愛しています。そしてあなたの確信は再規定されるほど不変のものです。それ自体は非常に素晴らしいですが、同時に王国の一流シェフたちを倒し、町にある4つの料理リーグ全てをも制覇しました。あなたは伝説の偉業を成し遂げました。このため町全体が正式にあなたを称え、その実績を評価したいと望んでいます。すごいなぁ。すごい？お礼用以上なく名誉なことですよ。じゃあ超すごいな。語彙力。称えられるべきは彼だけではありません。あなたも共に脚光を浴びるべきですよ、ニトリエルテ。ボスコ、私は料理対決の半分にも挑戦してないよ。我が料理している間、あなたはレストランを切り盛りし、全ての料理を完璧に作ってきました。あ、確かにね、ゼスト君全然レストラン来てなかったのにな。これは共有の実績ですよ。エピックシェフの称号を持つのはあなたたち2人だということをお忘れなく。なんて言えばいいやら。おめでとう、パートナーよ。これって私たちも称えられるってこと？いえ。バッサリ。この行事はカリマリムタワーで行われる予定です。準備ができたら私のところに来てください。スタンドにいますので。どうするよ。ありがとう、ボスコ。非常に素晴らしいな。だと思う。あんまり興奮してないみたいだな。いや、そんなことはない。すごいことだよ。ただスピーチさせられるんじゃないかと思って。つまり？大勢の人がいる前でのスピーチは苦手なんだ。めちゃくちゃ緊張して頭が真っ白になる。うん。あ？
町に来てからずっとあんたは群衆の目の前でスピーチをしてきたじゃないね。いまいましい牧師みたいに町の一流シェフたちにノンストップで腹立たしい馬鹿げた持論を説教してきたでしょ。全然違う。あれはなんていうか偶然そうなっただけだ。その時頭に浮かんだことを思い浮かんだことを言っただけだよ。今回は明らかにみんな俺が言うことを聞きに来るだろうし、厳粛すぎるよ。苦労するだろうな。緊張しちゃうね。なら緊張を減らしなよ。面白い口調でスピーチを始めるの。俺はあんまり面白くない。見取り得て君が話してくれない？まあ一緒にって言ってたもんね。それはご親切に。けど分かってる通り、みんなが聞きたがってるのは私の話じゃない。あ、そうか。いい？簡潔に伝えるだけでいいの。王様と批評家、倒してきたシェフたちに感謝を述べる。それから商品を受け取って、歴史的な偉業を成し遂げて、おしまい。分かった。それなら簡単そうだ。そう？地位の高い人を誰も侮辱しないようにできる？できる？大丈夫だと思う。本当？もしくは政治的現状に異議を申し立てたりとか。俺はなんでそんなことするの？無自覚。私に理由がわかるわけないでしょ。あんたが前にしでかしたことしか知らないんだから。はいはい、簡潔に伝えるよ。よし、ならお祝いの準備をした方がいいでしょうね。うわ、スピーチが来るよ。どんなこと言うんだろう、ゼスト君。あ、しまった。どんなこと言うんだろう。とんでもないこと言い出しそうだなあ。あ、でも勝った。でもセレモニーか。もう戦いないかもしれないね、これは。ドラゴンの卵使わず終わっちゃったなあ。そうとなると、いや、でももう嬉しいけどね。やりきった感あるよ、すごい。売る、あ、買う、全部買っちゃう。今日はパンガンゴーストだったっけ。パンガンゴースト売ろっか。5個パンガン肉にしちゃっていいよね。ここまで来てごめんね。パンガンの平穏はなくなってしまうが、今日はパンガンゴーストのはず。パンちゃん、パンちゃん勝った勝った勝ったよ。勝った。終わりなのか。終わりか。終わりか。ベスト君のスピーチが平和に終わる気は全くしないんだが、終わりではあるだろうな。なんか、あー、不思議な気持ちだ。パンガンゴースト、パンガンの肉2個も使うの？明日エーテル鰹節を行った方がいい気がしてきたよ。パンガンみんな肉になってもらう必要がある。最後に来て、あ、クモじゃないよ。パンガン、クモまで来た。あ、勝手に行った。あ、逃げたな。まあ、いっか。よし、よし。はあ、あー、終わっちゃうよー。やりきったなー、ほんとに。よし、売ります。あ、間に合うか？ジーサスのところで。あ、もうやってないかもしれない。PM、あ、もうやってないかもしれない。
こんにちは。ああ、ここもやってない。せっかくパンガンゴースト作ったのに、パンガンゴーストの時間はおしまいです。明日はエーテルカツオ節の日です。エーテルカツオ節ならあるよね、ここ。あ、さっき使ったからないかな。ちょっと待って、なんとか最後までアップグレードしたいな、ここまで来たら。あ、ある。よし、エーテルカツオ節を売ろう。で、明日忘れてなかったらアップグレード最後までやって終わりにします。あ、すごい立派になってる。アゴリウスもいる時にやってあげたらよかったな。あ、曲が、曲が帰ってきたと思ったのに。曲が帰ってきたと思ったのに、なくなっちゃった。アゴリウスはもう帰ってこないのかな。あ、早いな、まだ。寝られる。うん。よし、今回は寝て終わりです。で、次回、おそらく最終回になると思います。いやー、おやすみなさーい。